トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。4月15日水曜日の朝になりました。今日の富士山です。北の方角から撮ってます。今日はいい天気ですね。いや、太陽が眩しいです。これ真東ですね。もう 真東よりもだいぶ北の方に太陽出口がずれてきました。こういういい天気の空です。展望台にいるひなです。それでは厩舎の中に入ります。おはよう、おはようございます。はい、今日の糞の状態です。おはようございます。はい、ケージの中にいる残ってる後たちです。 2,4,5 話ですね今日、もう少しここで頑張ってね。社外直後の後たちです。それでは掃除に入りたいと思います。昨日から入社口兼展望台を若鳩が占領しているので、臨時の入社口を作りました。掃除が終わって外に出てきました。鳩はまだ飛んでますね。今で25分ぐらいですよね。降りるかな。ああ、降りそうな感じ。まあまあいいでしょうね。こうやって少しでも運動してくれれば、君たちはしばらく用済みです。部屋の中に戻ってきました。今日の鳥の飛翔時間は30分でした。で、降りてきて、飛んだり降りたりをこういうふうに繰り返してます。やっぱレースが終わったんで、このオーナーの気持ちも緩んだんで、それが鳥にも伝わるみたいですね。なんか鳥もあんまりピリピリしないで、マイペースでのんびりした感じの動作をしてます。いつもの入社口には若鳩が入ってるんで、入れなくなっちゃったんで、窓の左端にですね、臨時の入社口、トラップをつけて、そこから入るようにさせてます。なんとなく戸惑いがあるみたいで。なんか変だなっていう顔をして、います。
まあそのうち入り口はね、この鳥はみんな慣れてると思うんで、入り口は自然に、覚えてくれると思います。あとヒナの方もですね、特に変わったことなく、餌も随分食べるようになりました。で、お水なんですけども、今までケースとか入れ物に入れて飲ましたんで、昨日からサイフォン式にしたんで、サイフォンのとこに首突っ込んでくれるかなと思ってるんですけども、大丈夫そうですね。今日見た範囲では、みんな水飲んでる感じがしてますんで、大丈夫そうな感じですね。あと、ケージの方には、1羽ね、今日追加しました。これでしばらく追加なしかな。まあ、のんびりした春らしい天気で、鳩遊びは最高です。本日もブログに来ていただきありがとうございました。今日はこの辺で終わりたいと思います。次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。